はい、どうも、コミです。さて、本日はですね、こちらのセブンティーシクサーズさんにですね、お邪魔しております。で、こちらどんなクランかというとですね、皆さんよく、アボトエマさん、ご存知かと思いますので、絵を描いてくださっている方なんですけども、ポンコツとボンクラなんかでも結構お世話になっておるんですが、ね、そのアボトエマさんが、建てていらっしゃるクランになるんですけども、こちらですね。ですね、何を今回、したくて、こちらに来させてもらったかというと、こちらなんですね。私のアカウントともう一方、レジェンドのエンブレムがついているてっちゃんさんがいらっしゃるんですけども、そのてっちゃんさんがですね、普通に考えたらタンホール14だと思うじゃないですか。13はありえないかな。さすがにこの環境もそろそろね、14強いんでって思うかもしれないけど、実は、とんでもない。グランレベル8なんですよ。はぁと思いますよね。いや、だってヒーロー、ババキンレベル10が最高ですからね、クイーンすらいないんですよ。この状態で、レジェンドってどういうことみたいな。もうね、衝撃的すぎて、今日ちょっとね、どんな風なその運用してんのかね、プレイをしてるのか、見せてもらいに来ちゃいました。で、見てもらって分かる通り、こちらですね、レジェンドトロフィーね、これ77っていう風にあるじゃないですか、ここ。つまり、単発的にレジェンドにいるんじゃなくて、シーズンエンドできっちりレジェンドで終えてるんですよ。タンホール8のアカウントですからね、これ。タンホール14とかいるこの環境でですよ。いや、さすがに信じられないですよね。2021年の4月シーズン、ほら、これ。きっちり、レジェンドトロフィー3稼いでるんですよ。3。これ、これ、これ。ここ。やーべーと思って、これ。信じられない。ちょっとね、どんな攻めをしてるのかね、見せてもらってますんで、早速ちょっとね、リプレイの方をね、ご覧いただきたいと思います。こちらです。はい、今日はですね、リプレイ合計で3本、用意していただいております。基本的にはこの形でみんな撮ってらっしゃるとおっしゃってたんで、2本は攻めですね。で、1本は防衛に関して、どんな風に普段防衛してんのかなっていうところをね、ちょっと大体想像はつくんですけどね。一応画面に映させてもらおうかなと思っていて。で、見ての通りですね、編成に関しては、ウィザード、アーチャー、あとペッカと、ゴーレムですね。あと援軍の中にはペッカが入ってます。これですね。で、これをね、どういう風に使っていくのかっていうと、呪文も結構ポイントなんですね。このクエイク4プラスレイジア、レイジ、フリーズっていう組み合わせが結構ミソで、あとポイズンもそうですね。狙う村は当然ながらタンホールがこう、外に出てる村を狙うんですよ。なるべく。今の環境、タンホール14で壁外出しの村なんていうのは、タンホールってね、壁外出しの村っていうのはもうそこに爆弾とかゴリゴリあったりするんで、基本的には無理ですよね。取るの苦しくなってきちゃうと思うんで、壁の一層内側ぐらいにある村が、狙い目なのかなと思います。外出しの村でも、テスラとかなければいけるって言ってましたけど、いるのかな？バルキリーとかで、普通にその罠解除してペッカ突っ込ませんのかな、とにかくですね、こういう風に壁の椅子内側にある村っていうのが、ベーシックに攻めてる村みたいですね。で、まずは、ガーンゴイルとかアーチャーでも時間をかけてね、もうチクチクこういう、周りにある壁の椅子外にあるこういうストレージ系を削っていくんですね。で、そろそろ本体が入ってきます。このね、進行もなかなか見応えがありますよ。だって、普通に考えてみたら、タウンホール13だか12だって、今14からね、タウンホール落とすのって楽じゃないっすよ、マジで。めちゃこれ攻撃力高いですからね、毎秒300かな与えてきますから。で、クエイクでダメージ入れながら壁開けてポイズン使って援軍が出てくることを想定しつつ、一気にレイジ先打ちからのペッカ、バルキリー、バーバリアンキングで、一瞬でタウンホールを落としていくっていう、これ。この一撃。いや、これね、実は、いや、なんだこれかよって思うかもしんないっすよ。もしかしたらね、そんな、風に思う人いないと思いますけども、もし思ったとしたら、ちょっと考えてみてほしいんですよ。これね、皆さん、レジェンドにいる方って、攻めを失敗してもトロフィー減らないんですよね。減らないんですよ。だけど、これ、タイタン、今相手タイタンじゃないですか。タイタンにいたりすると、ミスった瞬間、トロフィー持ってかれちゃうんですよね。持ってかれちゃうんですよ。ミスれないんですよ。そもそも防衛なんてもう絶対何の期待もできないしないじゃないですか。このクラスになってきたら。ってなってくると、もはや、もう攻めをミスること自体がもうトロフィーマイナスになっちゃうから、絶対ミスれないですね、これ。もうめちゃくちゃ職人技なわけですよ。このね、ある種の緊張感ですよ。これを一発やるだけでもめっちゃ緊張するはずなんで、
それを、こう決める。しかもタウンホール8ですからね。アーチャークイーンでもいたらまた違いますよ。クイーンもいないですから。その中で決めていくっていうのは、えぐい。これはマジでえぐい。ちょっと、もう一歩あるんで、こちらも見てください。はい、こちらですね。2本目。ね、同じように、こう、タウンホールが外にあるわけなんですけども、やっぱね、ここのね、うまいなと思ったのは、まあ、今ここね、ウィズトとかいますけど、このね、範囲っていうのが、大体どのくらいまで攻撃届くのかをしっかり多分、テチャーさん把握してるんですよね。で、そこに対して、ガーゴイルだったりとか、あと、ウィザード、アーチャーを使って、こう、適切に、最小限のユニットで削りを入れていくっていう、これがね、うまいわけですよ、マジで。で、焦らないんですよね。もうアーチャーとかでチクチク削っていくとか、もう早くウィザード出したいとか思うじゃないですか。そのね、一体一体のウィザードがタウンホールを落とすための大事な火力なんですよ。だ本当にタウンホール8でタウンホール13の、そのタウンホールを、タウンホールを言っていないけど、タウンホールを落とすのって、それぐらい大変なんですよ。だからね、もう、ウィザードを節約するのこうやって、アーチャーでもうチクリチクリ削って、いやもう弊社だってさ、まあ、そこそこ体力あるわけですよ。もうアーチャーのレベルだって5ですからね、5。これで削っていって、で、さあそろそろ剥き出しになってきたぞと、クエイクで壁開け、タウンホールにダメージ入れ、はい、ダイキンが回復し始めてる、やばいやばい、急げ急げ、はい、レイジフリーズポイズン、ペッカ一気にババキンも出して、ガガ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 ガっていきますからね、ちょっとゴーレム多分ね、出し遅れちゃったのかな。でもこのままもうババキンの体力の減り、やば。一瞬で行ったけども、その前にレベルマックスでもないんですよね。もうすでにこの、タウンホール8でもらえるペッカのレベルって低いですから。でも、それでも貴重な火力、このペッカがタウンホールを壊してくれて、こんな感じで、13%、14% ですかね、13% かの星1を取っていくと、ペッカのレベル6ですからね、これ。見て、これ6よ。なんか、もう皆さん、このペッカのレベルが最高なんで、これが、今のテチャーの最大火力なわけですよ。このペッカの振り下ろす、ナタかなあれ、ナタかなあの一撃が、もう本当に、タウンホール6は最強の武器です。そのレベルで、タウンホール取ってくるってやばくないですか、マジ。タウンホールの体力とか見たら多分ね、驚愕すると思いますけど、これ相当タウンホールの体力高いですからね。今これ、タウンホール13で、14か、14って8900ですからね。これ、てっちゃんさんの村とかのタウンホールとか見てみると、多分ね、倍ぐらい体力があるわけですよ。それで、ね、しかもこんだけの攻撃力見てこれ。これだけの攻撃力ですよ。毎秒300。しかも4体に対して。こんなの普通立ち打ちできないですよね。さすがにえぐいんですけども、もっとえぐいのは防衛です。今から見てもらう防衛っていうのをもう何発も受けても、心を折れずめげずに愚直にタウンホールを壊し続けた結果が、このレジェンドっていうもうこれほんとすごいですから、ちょっと、この防衛見たらね、なおさら多分手下の凄さがわかると思います。こちらです。はい、とこちらですね。さすがにですね、タウンホール14は、なかったです。今そのレジェンド以下の、リーグって、基本的には自分と近いタウンホール帯が、よくマッチングする形になってますんで、あったのがですね、この13かな、これ12か、になるらしいんですけども、これでもね、すごいっすよ。だって、タウンホール8でしょ ?9、10、11、12、4つ上ですからね。4つ目のタウンホール帯でレジェンドにまあいるっていう、まあこいつもなかなかすごいっすよ。タウンホール12のレジェンドってもすごいっすけど、でもこれと同じくらい、タウンホール8のレジェンドっていうのがなんかもう感覚が狂ってきますよね。一体何人がすごいのか、なんか、もう凄さが凄すぎてわかんないみたいな感じですけど、もう完全にこれヒーローだけでボコボコですね。もう突破兵器とか、まあ相手持ってますけど、もう使うまでもないっていうことで、ユニット節約に入っちゃってますね。ライドラ2体プラスキング、クイーン、グランドウォーデンで、ヒーローの体力が減らない。キングとかめっちゃダメージ受けまくってるはずなのにもう全然減らないし。これ、もうなんならアーチャークイーンとかもなんかもうグランドボードも全員体力ほぼマックスっていうね、この状態。もう対空砲だってもうなんか全然ライダーに効かないしみたいな。いや、これですよ。この状況でさ、もうこういう防衛を何発も日々食らいながら、レジェンドフィニッシュをしているってどんだけメンタル強いのって話ですよね、マジで。これはちょっとやばい。どうなってるの本当にもう。いやーもうね、だから、
こういう防衛を毎日食らいながら、さっきみたいにその取れる村を確実に落として、で失ってるトロフィー、これ20いくつ失ってるのかな、トロフィーが。でこの一発で普通に28とかトロフィー失うわけじゃないですか。さっきの一発取って10いくつのトロフィー稼いだから、2回勝たないと、まあ一回その負けて失うトロフィー分当然取り戻せないし、で攻撃ミスろうもんだったらもうさらにそれがマイナスになっちゃうわけですよね。修羅の世界ですよ。いやもうね、ちょっとこの熟練の技をね、ちょっとね、ぜひ、この場で僕の村にちょっと見せてもらいたいと思いますので、今からですね、てっちゃんさんのライブアタックをお願いしていきたいというふうに思います。行ってみましょう。はい、こちらですね。私の準備した村。まあ、壁の外側に、まあ、あるというものの、グランドウォーゼン像とかね、ちゃんと、壁際までダメージ入るようにいるし、なんなら、大君の小屋とか、アチャ島とか、もう結構壁際までこう、ね、迫撃砲もね、あって、まあ、クロスボウもあって、そう簡単にはタウンホールに、まあ、到達しにくいはずです。タウンホールレベルはまあ4ですね。まあ、4でも一応火力は十分高いですから。さあ、始まりましたね。まずは、タウンホールの外側のこのイースト、外のここの部分ですね。ダクエリの、タンクがちょっと、まあ、硬いんで、アーチャー2体出しながら、ここもね、やっぱりウィザードは使わないですね。きっちり温存していくんですけども、ここから行ったらどっから入るんですかね、これね。ここの、ウィズ島の前あたりを開けていくのか、多分こっちのアチャ島の方からは入っていけないですよね。これ、スニゴブも当然いないし、スーパーユニットも使えないんですよ、8って。スーパーユニットも使えないし、突破兵器も使えないから、タウンホール落とすにはもう壁をこじ開けて、ユニット流し込んでいくしかないんですよね。もうで、壁をこじ開けるにしてもサイドカット用のスニゴブがいないので、もう、こうね、防衛が飛んでこないところから狙っていくしかないんだけど、もう迫撃砲が今、普通にやられましたね、ガーゴイルがね。はい、で、追加したアーチャーも落ちてしまって、さあ、ペッカが出てきて、ウィザードか、ウィザードでカットしていく。この、この金山をカットするのか。ペッカを追加出して、ウィザードを守りながら、これはクエイクが出てくるか。クエイク、はい、4発落としてタウンホールにダメージ与えながら壁開けました。ペッカが逸れてしまって、ゴーレムにペッカ追加に援軍ペッカ、ババキンさん、これでいけんのか。マジいけんのこれで。嘘でしょ。バルキリーが来て、さあ、キングがピスト発動、遅いキング。で、ペッカの一撃が入る。うおー、壊した。すげえ、タウンホール壊した。マジか。すげえ。これ、やば。やば。これはやばだに。いや、だってペッカめっちゃ逸れてったし、絶対無理だと思った。うわー、えぐ。スケルドントラップもちゃんと仕掛けてたんですけどね。ちょっとガチめに、まあ、タウンホール外出しとはいえ、事故るようなところにテスラも置いて、ちょっとまあ嫌がらせじゃないですよ。これは別に何の嫌がらせでもない。元からあったんですけど。テスラもあったし、これ、スケトラもちゃんと置いてたのに、マジか。やば。当然これテイクワンですよ。テイクワン。何の練習もないテイクワンです。うわ、やべえ。これ職人技すぎる。いやー、やばかったですね。さすがに、セブンティシックサーズさん。これはやばい。青戸さんのグラン、すごい人いるな、マジで。いや、なんかね、ちょっとさすがに衝撃を受けました。なんか、当たり前のようにタウンホール取るから、なんか自分の中で、簡単そうに見えちゃってるんですけど、これね、皆さん、ちょっと試してみてください。タウンホール10とか、それぐらいのアカウントで、誰かの14の村とか攻めてみれば分かりますけど、これマジそんな簡単じゃないですからね。あらゆるタイミングとかが少し崩れちゃうとうまくいかないし、数ある村の中から選んで攻めるならまあまだしも、こう、ポッと出てきた村を攻めて、そこでタウンホール確実に落とすのってマジで多分難しいと思うんでね。もしよろしければ、てちゃんさんのこの方法をですね、試してみて、どれだけ難しいか、体験してもらえたらな、というふうに思います。はい。ということで、ね、こちら、セブンティシクサーさんですね。冒頭言ったように、青戸山さんのクランで、その絵を描いてくださってる青戸山さんです。皆さんご存知の方も多いと思いますけども、てちゃんさんもね、こちらにサブリートとして所属されていますし、なんかね、すごいんですよね。遊びに来たっておっしゃってたかな。このアクアジュードさん、ニューって書いてありますね。この方もね、よく見てみると、タウンホール走でレジェンドトロフィー7個あるんですよね。一体、どんな人が集まっているクランなんだ、ここはっていうふうに、ちょっと思っちゃうんですけど、とんでもない超人がいっぱいいるクランなのかもしれないですね。いやー、すごい。
で、セブンティシクサーさん、76年生まれぐらいのね、方、それの年代差の方が、多くいらっしゃるっていうことで、こういう名前にしてらっしゃるそうですね。結構、お年が近い方とかね、この前、世代別最強決定戦とかありましたけども、そんな感じでですね、盛り上がることは間違いなしだと思いますので、ぜひね、遊びにお気軽に行っていただいても多分いいと思いますので、ぜひ行ってみてください。では、本日この辺で終わらせていただきたいと思います。いやー、すごかったですね。またこんな風な、衝撃的な、クラクラプレイヤーの方見つけたら動画にしていきたいと思いますので、ぜひグッドボタン、チャンネル登録、そしてこれからもご視聴どうぞよろしくお願いいたします。では最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画ではお会いしましょう。バイバイ。